はい、まずは構造の方から説明します。まず特徴的なのが、このポンプが2つある点ですね。こっちの方の、黒い方のポンプに空気をためて、一気に放出するという構造です。はい、この黒いポンプのことをちなみにチャンバー、日本語で言うと膨張室と言います。はい、まずこの赤いレバーについての説明です。まずこの赤いレバーが上がっている状態ですと、このように普通のポンプとして使うことができます。この赤いレバーを下げた状態ですと、こちらをご注目ください。徐々にチャンバーの中にエアが溜まっていきます。そしてこの赤いレバーを上に上げると、このように空気が一気に放出されます。はい、まずはチャンバーにエアを充填していきます。感覚としては、実際にタイヤに空気を入れている際よりも非常にスムーズで軽く入れることができます。はい、今チャンバーの中は 160PSI まで充填されました。はい、それでは実際にエアを充填しています。このように簡単にチューブレスのビートを持ち上げることができます。このように入れた後に確認しても、空気が漏れているようなところは一切見られません。